はい、どうもこんにちは。スケルトンチャンネル、つけと申します。今回地獄カップ軽取りチャレンジに出てみました。今回一応喋って動画解説みたいにしてみました。走り寄るだけのオンボードの動画とか面白いならんなと思って、まあ、今回頑張って喋っています。喋るの下手やけどね、バカ真面目に喋るんで見ていただければ嬉しいです。 YouTube 車界隈とかよくわかりませんけど、まあよろしくお願いします。前に元旦の時ミラで F 撮りの達人をお会いさせていただいたんですけど、その後 F 撮りの達人清水さんにアルトをお安く譲っていただき、このアルトで F 撮りを引き継いでいきたいと思います。まず5月4日清水さん主催軽撮りチャレンジ地獄カップ K8 ミートと3つのイベントがありました。もちろんコロナ対策で3つ避けて、ジェットヘルの人もマスク着用とのことで、僕は、マスクつけていました。まあ、多分ね、鼻がちょっと出とったりしょったかもしれんけどね。今回ちょっと初参戦ですが、まあ素人なりの目線ですが、こういう解説をしていきたいと思います。いろんな毛が来てますしね、 YouTube で見たこの方の車思いながら、ほな僕も YouTube 出そうや思いましたけどね。やっぱり見てごついな思ったのは、やっぱ4個か AFR の710のミラーとか285ミラーと HB21 アルトとかクラッチ切りまくりですごいな思いました。一瞬しか撮れなんだんですけど、塩ビ缶入ってドリフトする PVC ドリフトの人もサブログとかしとってごつかったです。僕はまだ全然ビフォクサーキットも初めてで、ビギナーグラスなんで、一応そのエキスパートとか逆走の方に行けんなと思って全然最初走れなんだんですけどね。けどやっぱ一番ごっついな思ったんが、やっぱ原さんのはやぶさミニカーやね。やっぱ YouTube で見るよりもう目の前で見たらもうこれ以上にごっついなと思いましたよ。まあちょっと写真撮らせてもらったんですけど、まあ、YouTube 撮らせてとは言うてないんで、ちょっと外から写真だけ撮らせてもらって、ちょびっと動画にさせてもらおうと思うんですけど、いろいろお話聞かせてもらったんですけど、エアタンクのチーターをガソリンタンクに改造してつけとったのがごつかったね。あとスプロケをやっぱりペラ車にしとん変換とかね、ちょっと4ケツもさせていただいたんですけど、やっぱ自作で何でもするみたいで、このソニトラのホーシングからミニキャブに変えたとか言うてますしね。ごつかってもう途中で話ついていけなんだんですけど、見るだけの価値はあるっていうか、ほんま見に来れてよかったなと思えるぐらいでしたね。まあほんで比べようのない、まあ、自分の走りに戻るんですけども、まあ、全然155カップの動画ですねこれ、バネカットなしでただのハイタイヤ組んできただけの155の6514履いてきたんです。ちょっと直径値が大きいんですね。普通155、5514履くぐらいなんですけど、まあハイタイヤなんでええかなって、全部合わせとったらええかなっていう感じでまあそれがあの F 撮りの時に裏目に出るというかね、直径値大きすぎてね。まあ、これあのマスクがねだいぶ下の位置におって、まあ、一応外気循環でフレッシュエアタイトルでいけるとは思いますけど、やっぱコロナ対策は甘く見とったらあかんね。運がいいだけで今回も映ってないですけども、まあ皆さんも気をつけていきましょう。まあ気をつけないかの自分やと思うけどねでまあこれね、動画これ画面がねちょっとピラーが映って邪魔になったりしようやけどね、シートベルトも邪魔なんやけどね、かな横地というかちょっとだけカメラが動いていらんとこ映ったりしようやけど、僕の顔頭しか映っとれへんけどね。まあ見かけだけのハッタリシャコタンというか、まあバネカットだけの足なんで、もう跳ねて跳ねて、いや、やりこすぎて跳ねようと思うけど、あの緊張して焦っとんか分からんけど、ミラー見ずにねこのまま真後ろ向きの時もあるけどね、チラッチラッと。
レイのシーンですかね、これは。僕がちょっと立ち上がりね、アクセル踏んでもう投げ替えて走らんかったら、こっちんこんね、トンと何事や思って右後ろ見てましたけど、こっからガーイ持ってタイヤスリーコッツァースリー持ってで、ね、一挙ったね。初めての出来事でちょっとやる気も半分そげつつほなけど、まあ当たってもたけん思って周りよけ気にしもってこうやって走んよって、まあなんかなブレーキも甘くなってくるし、ちょっとねラインもちょっと、ライン行けずにどうやって行こうかなとか思って、ダイヤも垂れてくるしフロントがちょっとアンダー気味で、ほどくせリアはちょっと粘るもんなと思って、でここからちょっと L500 のミラさんのお隣に並ばしてもらって、サイドバイサイドで思いよったんやけど、やっぱアウト側になったらね、これ4周目になるんかな、いけるわ思いよったけど、ここちょっとイン詰められてちょっと遅れて、インカットしょったらいけるけど、まあ怖かったしな、でまあこのままアウト並んでいっていけー思って、でこの時にチェッカー食らえとったんで、まあ当てたなっていう感じで、まあアクセル緩めていっって、まあこれ何5周のレースって聞いたって、僕も何周か頭の中真っ白なんで言って、でまあチェッカーフラッグ踏んじゃったら分かるわと思いよったんやけど、振ったんが4周目らしかって、なんかちょっとだけ買った気でおったんやけどねまあここはちょっとサイド引いて遊びよったんですけどね、自分のとこ持ってきて、これ最後エンジン切る前に一足入れて置いとったんやけどクラッチこのまま繋いでエンストコクっていう、この時やっと車確認できて、まあこんな外に当たったわけでもなくて、ただまあうちに巻き込んでタイヤ数寄っただけだったんで、まあちょっと一部溶け取ったけど安心しました、帰れんかと思っとったんでねほんでお昼に車種別に車並べて、まあ、みんなで車見ました。僕もホイールだけはこだわって入れとったんやけどね、まあリアこの時鉄筋ですけど、スーパーラップ風に見えたらええなとか思いつつまあけどバネカットの足だったんで、次は車庫帳入れときたいです。軽度率チャレンジの映像が全然撮れてなかったんで、まあ他の人の動画見てもらったらいいかなとは思ってるんですけど、これ走り持ってなんかチャー転がってきたりしょったり、カメラは横向くわ、カメラは最後飛んでいくわで、まあネタももうないのでここら辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。